自敗いっぱい引きたいなーって感じをね。さあ、ペイ積もりまして。ペイは泣けないんでね。まあ、ちょっと困るなーみたいなところはあるんですけれども、さあ、どうしよう。さあ、初積もりまして。いや、でもさ、トンとシャアもたれてるんですよね。さあ、チュン積もりまして。さあ、ポンできた。さあ、トンポンできて、さあ、からのどうでしょうか。チュン、さあ、ポンしまして、さあ、どうでしょうか。まあ、シャアかチュン、まあ、できればね、まあ、できればチュン引いてくれたら、まあ、第三弦もつくかな、みたいなところは、さあ、テンパイさああれ、さっき通ったのにな。さっきね、20万は通ったんですけど、今回ばかりは6万4000点。ちなみに何待ちでショーのコーナーなんですけれども、ピンズがね、まあいい形になっている。まあピンズズバズバッとね、まあ引いてもろて、まあいい感じになればいいなというところではあるんですけれども、銀の間ですね、まあ銀の間で第2戦と。さあ、で、トイメンがちょっと第3元気配かな。トイメンが第3元気配なんで、ちょっと初とかで早めに打っといた方がね、いいかなというところではありますけども。さあ、おっとさ、なんかちょっとね、大車輪っぽくなってきましたね。なんか強そう。はい、チーピン、ちょっと大車輪かなどうなんでしょうか。まあ、大車輪やったらね、結構街分かりやすいんですけど、ちょっと待って、見えてしまいました。見えてしまいました。もう、いいや。街が出てしまいました。まあ、使います。いやー、まあでもまあ、いやでも E ピンと Q ピンがね、いやでもわかるな。ターチャの E ピンと Q ピンが光ってないからわかるな。いや、いや、これ、ウッパーピン待ちで少なくないですかって言おうと思ったんですけど、一瞬で分かってしまいました。いや、なんかもうちょっとあるかなと思ったんですけど、いや、何待ち、いや、まだ分からんよ。いや、実際問題まだ分からんよ。いや、実際問題まだリアウーピンと確定したわけではないよ。さあ、ポンしまして。さあ、ポンし、でも。リャン、そうですね。まあ、ウッパーピンだったらしいですね。まあ、仕方ないですね。また。ちょっと見えてしまう。まあ、こういうこと、あれ何これだからダブルやった、今。ダブルやったんですね。ダブルやったんね。見てなかった。さあ、おいしょ。あれなんで漫画なんやと思った。ダブロンでございましたね。はい、玉の間じゃあいい。今回は3万なんでね。まあ、3万ということは、まあ、いつもはね、だいたい33万分の1なんですけど、今回は10万分の1ということでね。まあ、それでもすごいんですけど。9種10杯なんで、まあ、流すかなーって感じはしま流さないんですけどね。まあ、もちろん。まあ、もちろん流さないんですけど。まあ、流したら、まあ、なかなか動画にならないんですけれども。さあ、1回無駄積もしましたよ。さすがに3層。3層無駄積もちょっときついな。この時点でちょっと無駄相撲は厳しいかなというところではありますけれども、さあ、今で、11種かな ?11 種、12種、ちなみに、初か。初、でも、トイメが2枚持ってるんでね。そのポンやばいよ。そのポンが、テンパイもうこれ責任払いやな、これ。さすがにそれ、暗奏とかポンするから。それポンしたらやっぱりこれもうね、入っちゃって刺さっちゃうんですよね。少数し気配がね、まあ、ちょっとあるかなーというところではありますね。まあでもトップ目なんでね、トップ目なんでそんなに無理はしないと思いますけどねっていうか、そのトップ目なんですけど、なんか、だいぶ食らわせてますね。上茶が7000点しかないですね。だいぶ痛めつけてますね。さあ、だいぶ痛めつけたところから、さあ、かなりいい感じになっておりますけれども、さあ、イーピンも染めてますね。もうあれはね、完全にね。完全に染めていこうよといったところで、さあ、さあ、テンパイ拒否しまして、サブローピンでテンパイ取れたけど、サブローピンでテンパイを取れたんですけど、まだ足りねえよと。こんなもんじゃ足りねえよということでね、かなり伸ばしてますね。別にいらないんですけどね、もうね。さあ、感しまして。別にもうこれ以上いらないんですけれども、まあ、妥協して少数詞もあるかなというところですね。まあ、今の白を残したというところでね。まあ、リアムピン引いてもね、まあ、スタンコつかないけど、まあ、面前少数詞でいいかな、みたいなところではありますが、さあ、じゃあ、ポンしましてからの、さあ、テンパイさあ、少数詞スタントン2枚いますね。さあ、気合のリーチ入りました。危ないけど、引き続き危ない、大丈夫。大丈夫。もう、いじめですね、これも。ちょっともう残り7000点しかない人に対して、14万4000点でね。これもういじめですね。もう完全にね、もう、はい、金生。いや、でも自分で結構抑えてましたね。だいぶ自分で抑えてたんですけどね。自分で5枚抑えるっていう。でも結局積もれば何の問題もないんですよね。普通ですね。めちゃめちゃ。うん、超普通ですね。もう、だリーチドラドラ。もう、いや、リーチドラドラでしょ。ま、さすがに。いくらなんでもリーチドラドラでしょ。うん、それ以外あります?だって。うん。まあ、そうですね。まあ、天杯さ、イーソー短期。まあ、そうです。まあ、観覧層でも、なんか良さそうな気もしますけど、まあ、イーソー短期でも、まあ、良さそうな気もするみたいな。まあ、なんかどっちでも良さそうな気がするみたいなね。うん。さあ、ちなみにイーソーは山に2枚いますね。さあ、トイメンがやくやく泣いてますが、ちょっとまだバラバラですね。うん。リーチドラドラですけどね。うん。ちょっとこれは間違えてしまったかもしれないですね。配布をちょっと間違えてしまったかもしれません。まあ、ちょ、数層聞いたんでね、数層出たんで、さあ、冠しまして、さあ、1番、連冠しまして、冠しまして、さあ、乗りました。でも結構乗りましたね。リーチ、ドラ、1、2、3、4、5、リーチ、ドラ5ですね。リーチ、ドラ5。まあ、リーチ、ドラ5しかないですけどね。まあね、まだね。まだリーチだ。リーチいつもドラゴンです。まあ、リーチいつもドラゴンなんで、まあ、ハネマン。でも、まあ、ハネマンぐらいしかないですから、まあ、さすがにそれなら、裏10! ちょっとオーバーですね。ちなみによーく見といてくださいねシリーズなんですけど、めちゃめちゃ普通ですね。めちゃめちゃ普通。うん。で、そして神茶が強いですね。神茶が、ちょっと第三元気配あるなーって感じなんで、ちょっと神茶とぶつかるかなーってところではありますね。普通に染めてで、さあ、白引きまして。で、まあ、こちらもまあ、結構まあいい感じで引いてますけどね。さあ、その初のポンでどうだ?その初のポンで9層入りまして。はい。かなりね、かなりちょっとソーズが。かなりちょっと、その発でちょっと時空が歪んだ可能性が、急増積もりまして。歪んでるよ、ちょっと時空、さらに数層積もりまして。さあ、じゃあリーチかかりまして、さあ、6級層で、さあ、こちらも、テンポいじゃあ、この表情がいたしまして、ね、じゃあ、いや。無駄相撲をしてください。無駄相撲がね、ちなみになんですけど、ゼロでしたね。もうバグってんのよ。